あの出てきた連想を喋った。大体あのヒントは使わないんです。やっぱり一生添い遂げるというこういった理想ですね、うん、この辺りをちょっと崩していかないと本人は自覚していないので、ええ、あのっていうところが私もできる。先ほど石田さんがおっしゃってた、うん、結婚はするべきです、そして離婚もするべきですってこう並行しておっしゃいましたよね。そうでしたっけ。そう言ったのよ。あ、宮崎さんが、うん、結婚をするべきです、離婚もするべきですってこういうふうにあの2つ並べていったんですけど、これはそのあのあんまり聞き慣れないけどいい言葉だと思います。その離婚っていうのを否定的にだけ捉える必要全然ないと思いますね。ただチェンジングパートナーのマーケットが少なすぎるよね。そのいきなりチェンジングパートナーっていうといきなりスワッピングみたいなさ、うちの妻貸したらそっちの妻も貸してみたいな、そのなんか非合法の性的パーティーみたいな話になっちゃうでしょ。少なくともそう受け取られちゃうので、男性と女性がたまたまでしか会えませんよね。みんなどんな出会いもたまたまですよ。それがうまくいくなんていうことが必ずうまくいくなんてことあるわけないですよ。誰かが企んで赤い糸で二つを結ぶんだなんてことありえない。ロマン、あのヨーロッパのロマンスものの小説というのはみんな昔の騎士道物語のバリエーションだっていう意見がありましてね、私もそれに近いと思うんですよ。実態は昔は聖杯を探して歩く騎士の物語、湖の騎士ランスロットとかってのが出てきて、でこういうのがその昔あのどっかにあるはずのキリストが最後に飲んだブドウ酒の杯を探すっていうんでしょ。でこれを探す相手を良き夫に変えたのがブロンテ姉妹たち の結婚物語。例えば一番有名なのは高慢と偏見でしょうね。あのプライド・エンド・プレジュディスっていうんですか、あの何回も映画化されてます。だそれに絡んで嵐ヶ丘だとか、それからジェン・エアっていうのはちょっとそれとからは少し離れてもう少し洗練されてますけど、でもやっぱり男選びの話には違いない。でどっかやっぱりあのそういうところを見ると、そういう小説なんかの話を見ると展開がですね、どっかから本当に理想の男が空から降ってくるような展開になってるんですよね。自分の雇い主だったり、あるいはその要するに出てくるのはみんな金持ちだよ、男がね、成功者で、それと没落した家の娘が結ばれるみたいな話が多くて、から大勢の姉妹がいるの中の割と目立たないブサイクと言われているような地味な女の子が名門の貴族、あのどうしようもない風来坊で気まぐれ屋さんと思ってた人が実はもう大金持ちの城持ちの息子だったとかっていうのは、これ高慢と偏見の筋ですけど、なんだかね、その男が財産探しの元みたいな扱いされてて、どうしてこうイギリス人の女の人、なんだろう、中の下ぐらいの家族なのかな、あのどうしてこんなにお金っていうんだろう、日本の今の人たちの方がずっと精神的だなと思ったりする印象を受けますよ、ご覧になればね。で、そういうのがみんなその身につまされて読んでたらしいんだよね、小説を読む、よく読むような階層の人っていうのは。バージニア・ウルフでさえ教育っていうのは小学校時代ぐらいまでしか受けてませんからね。あとは家庭教師ですから。で、そういう人に恵まれないようなうちの人っていうのはほとんどか字も読めないで一生過ごしてるわけですよ。ほんのちょっと前の人ですよ。20世紀前後の人ですよね。それがまあ学校教育っていうのはほとんど受けてない。家庭教師による教育だっていうのはびっくりすると思うんですけど、そんなもんですよ。それで急速に女性も学力をつけてくるようになったのが今で、これから先それが後戻りすることはないですからね。と皆さんの娘さんたちは、もう男の子はもちろんだけど女の子たちっていうのはひたすら資格とか
学歴を求めて追求していくわけですよ。貧乏人だったら公立とか、だから堅い職業の資格を早めに取るでしょうね。師がつく職業、美容師、理容師から始まって保健師だとか、まあ保健師になるには看護師になってからしかいませんし、こういうようなものに対する対する需要がずっと増えるでしょう。もちろん社会そのものもそういう人たちをたくさんたくさん求めるようになります。だから保育士がその中に入りますかね。それから介護士、師、師匠の師と侍の師とがありますから、ね、だから侍の師の中には行政書士だとかね、司法書士だとか、労務、社会労務管理士、なんかそんなのありましたね。難しいのも難しくないのもありますが、頂点にあったというのは弁護士と医者でなんですかね。で、弁護士や医師はその国からこの人だけがやっていい仕事で他の人はやっちゃいけませんっていう縛りがかかってるんで、なるべくバカな子を送り込むといいですね。で、そのうちの子はあんまり何の才能もなくてぼーっとしててやることが遅いっていうような子がいたら、そういうのは医学部になるべく押し込む。で、日本はうまくできててバカでも入れるようになってるんです。ある人の話ではルートを知らないで東海大ってところの医学部に入った人がいたっていうか、希望が持てますよね。頭っていうのはこれはある程度、それから勉強の習慣とかっていうのはある程度獲得しなくちゃいけないもので、特に頭っていう運動神経ですから、頭の回転みたいなのはね、でこれは生まれつきところが多いんですよ。だからそれで決まっちゃうっていうと絶望するでしょ。うちの子がそんな風になれないと。だけどルート知らないで行けるってことになると金ですよね。親が一生懸命働いて金貯めてればっていう希望が出てきて、